問いの8。電気設備技術基準の解釈に基づく分散型電源の系統連携設備に関する記述です。A、逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連携する場合は、逆変換装置から電流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器、端末変圧器を除くを施設することを、ただし次の1および2に適合する場合はこの限りではない。逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ直流検出時に交流出力を何々する機能を有すること。はい、抑制するっていうのは、それでは許してくれないですね。ちゃんと停止する機能を有している必要があります。丸二、次のいずれかに適合すること。点一、逆変換装置の直流側電路が E であること。中性点、接地電路、非接地式電路。はい。直流電路っていうのは接地してはいけないので、非接地になります。点2、逆変換装置に U を用いること。高周波変圧器もしくは高周波チョッパ。変圧器を施設しなくてもいいのはどれですかって聞いているので、まあ、この高変圧器、高周波変圧器っていうものがあると、まあ、良くなりそうですね、というふうに思えばいいんじゃないでしょうか。分散型電源の連携により、一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外のものが設置する遮断器の遮断容量、または電線の瞬時許容電流等を上回る恐れがあるときは、分散型電源設置者において、源流リアクトルその他の短絡電離を制限する装置を施設すること。ただし、A の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連携する場合はこの限りではない。内容が難しいので、まあ暗記するしかないですかね。低圧になります。はい、終わります。